イリガン市の一イリガン市は、フィリピン南部ミンダナオ島北ミンダナオ地方のラナオデル、ノルテ州に属する都市で、州都がトゥボトになる前の州都だった。人口399,061人、世帯数57,179は、ミンダナオ島北部では、カガヤンデオロに次ぐ多さ。面積は775.76平方キロメートル、西はイリガン湾に面している。 44のバラン街から構成される。堂々たる滝の都市の異名通り、イリガン市の内外には20以上の滝がある。その中でも大きな滝は、ミンダナオ最大の水力発電所がある、マリアクリスティナ滝、およびアジアでも高さ最大級の滝、リモンソダン滝である。イリガン市は、フィリピン南部の工業の中心地でもある。イリガン湾に注ぐアグス川水系に、 国営電力公社が設置した多くの水力発電所により民ナを当然域に電気を供給している。また鉄、鈴、パルプ、紙、製粉などの工場もある。公営企業ナショナルスチールコーポレーションが運営するフィリピン最大、東南アジア最大級のイリガン製鉄所は経営悪化による1999年の閉鎖後、インドの e スポットに買収され、 大規模改修を経て2003年にグローバルスチールワークスとして再稼働した。イリガンは近接するカガヤンデオーロと共にカガヤンイリガン回路を形成し北部ミンガナオで最も経済的成長の早い地域となっている。西のイリガン湾はフェリーやコンテナ船による輸送の拠点になっている。市の東部は平坦な海岸沿いの平野で高地になっており、その先は 険しい火山性の山岳地帯で雨も多く春の涼しい場所になっている。イリガンは台風の通り道の外にあたり年間を通して気候変化が少ない。年平均気温は22度、月平均降水量は109ミ、mm、リメートルである。イリガンは水力資源や工業だけでなく文化の面でも豊かな都市である。南のラナオデルする州のマラナオ人や 近隣のヒガオノン人やブキドノン人、その他フィリピンの北部、中部からの大量の入植者の文化が混合している。イリガンは、キリスト教徒がほとんどを占めている。イリガンの住民は、ムスリムの地元マラナオ人と、フィリピン中部のキリスト教徒のセブアノゴア社の混合で、フィリピン北部のタガログゴア社や、その他地元少数民族や他地方の移民は、少数派である。 市の人口の93%はセブアノ語を話す。残りはタガログ語、マラナオ語、イロン語語、イロカノ語、チャバカノ語、笑ライ語を使う。市民のほとんどは英語も話す。イリガンの起源は現在のポブラシオン地区の 2.5km 北にあったバユーグの村にある。ここはスペイン植民地下前、マラガト族の名で知られていた海の民の居住地だった。 16世紀後半、先住民は、ビサヤ諸島のボホル島沖にあった、パングラ王国からの移住者によって、征服されてしまった。イエズス海史の歴史家、フランシスコ・コンベースによれば、モルッカ諸島のテルナテ王国がパングラを攻め、多くの人々が、ミンダノ島西北部、現在のサンボアンガデルノルテ州のダピタンに逃れた。1565年、ダピタンで、 パングラ王国の生き残りの王子バグブアヤは、フィリピン征服途上のミゲル・ロペス・デレガスピに出会い、その後息子マノークは、キリスト教徒として、洗礼を受けヘペドロ・マヌエル・マノークとなった。マノークは、バユーグのヒガオロン人の村を征服し、ここに、キリスト教徒の入植地を建設した。彼らは、神と守護聖人ミカエルを信仰し、入植地を攻撃から守り、後に、 バユーグからイリガンに移転した。イリガンの名の由来は、ヒガオノン語で、守りの要塞を意味するイリガン、または、アライジャンから来ており、海賊やタブ族からの攻撃に耐えてきた。1850年に大洪水が起こり、イリガンの指導者、ドン・レミンギオ・カビリは別の要塞を作った。ツボド川川口の、現在のオールドマーケットの西にあった、古いイリガンは、こうして、 現在の街の中心付近に移った。セーフランシス・ハビエル要塞という名の石の鳥では1642年、イリガンの人々が襲撃から逃れる場所を探していた時に気づいたものであったが、要塞は洪水で水浸しになり、ビクトリア要塞、またはコタレイリガンと呼ばれる要塞ができた。スペイン人支配者たちは1899年にイリガンを放棄し、 1900年にアメリカ軍が上陸した。この地はモロ州の一部となったが、1914年、モロ地方の再編でイリガンは8つの村落が集まった町となった。太平洋戦争中の1942年、日本軍はイリガンを占領したが、1944年に撤退した。1944年11月15日、市民は日本軍からの解放を、 岩いコモンウェルスデーのパレードを行った。イリガンは1950年6月16日、町の時と同じ領域のままで、ラナオデルノルテ州の市になった。1963年、フィリピン政府は、経済社会総合開発5カ年計画を開始した。ミンダナオ島北部に、イリガン製鉄所を建設する計画が立案され、イリガンは南部の産業都市となった。 2017年5月23日、マラウィ市でイスラム系武装組織とフィリピン治安部隊の戦闘が激化。同日中にはミンダナオ島全域で戒厳令が発令されている。イリガン市にはマラウィ市からの避難民が押し寄せている。ありがとうございます。